ジャンノ・ド・レスキュレルは中世フランスの詩人、作曲家、最後のトルベールの一人。生涯については、パリで商人の息子として生まれ、1304年5月23日に、他の3人の青年聖職者と共に、誘惑と強姦によって、公主刑にされたということ以外は分かっていない。おそらく、パリのノートルダム大聖堂で、音楽教育を受けた。レスキュレルは、 トルベールの時代からアルスノバへの過渡期に生きたが、その叙情的な表現様式によって、むしろ後者と結びついている。レスキュレルの作品は、ホーベル物語と同一の写本に載っていたとしても、おかしくないほどである。作品の大半は、トルベール歌曲の様式にのっとり、モノフォニーで作曲されている。34曲のうち1曲のみがポリフォニックであるが、 その他のポリフォニー作品は現存していない。レスキュレルは、ビルレー、バラード、ロンドー、ディサンテなどの死刑に曲付けした。これらの歌曲は素朴で魅力的である。報道や誘惑は、レスキュレル歌曲の主要な主題ではない。ありがとうございます。